こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。オーストラリアアマゾン、まあ、登録してね、ID を提出する必要があります、まあ。昔からアメリカアマゾンやってた方だとね、この ID 提出っていう作業をしてないんですけど、えー、最近アカウントを作る場合にはこの ID が必要になります。で、US アマゾンの、ね、ID については、えー、日本語にも対応してるんですけど、オーストラリアアマゾンについてはね、英語しか対応してません。 アップロード画面にはしっかりね、日本語でも大丈夫と書いてあるんですけど、日本語のものを提出すると、英語でしか受け付けてませんという連絡が来ます。まあ、いかにもね、アマゾンらしいという、あるいはね、海外のサービスだなって感じなんですけど、まあ、何しろ、何しろ、販売するには英語の身分証明を出す必要があると。で、まあ、一番、まあ、現実的なパスポートですね。 で他のもんで代用するのがまだやってないんで、英雄アマゾンでね、えー、何が可能です、ダメですっていうのはまだ、えー、検証できてないですけど、ま,あ、まだ、ね、当選メールが来てない方も、まあ、このパスポートを持ってなければ申請しておいてください。まあ、日本のパスポートって、ね、優秀ですしね、アマゾンオーストラリアで設けたら、オーストラリアに行って銀行口座を開けるとか、 シドニー、西場を見るとか、あるいはね、オーストラリアには行かないけど、まあ、どっか海外旅行に行くというケースもあるでしょうからね。まあ、パスポートは作っておいてそうはないんで、お持ちではない方は作っておいてください。で、もう一個がね、えー、銀行の取引明細、または残高証明と。これもね、クレジットカードの請求書って、えー、登録画面には書いてあるんですけど、アップロード画面になるといきなりバンクとなっててね、銀行になってまして、まあこれはね、 えー、海外の場合は、クレジットカードとカード会社と銀行が一緒の場合が多いんでね、まあ、日本とちょっと状況は違うというのもあってね、表現が、えー、日本人には理解しにくい表現になってます。でこの2つの書類を出して、えー、1週間以内に審査されまして、1週間以内審査なんですけどね、書類が OK ならスムーズに、早い方だと1日で OK という返事が返ってきてます。で、この書類審査が通った後で、やっと販売できるようになると。 いう形なんでね、えー、書類を事前に、えー、ない方は用意しておいてください、まあね。この銀行の残高証明も90日間有効なんでね、えー、今から用意しちゃっておいても時間があれば今から用意しとくと、まあ、いつでも行ける方はまだ用意しとかなくていいですけど、まあ、少なくともパスポートは、ね、すぐ作っておいた方がいいです。で、登録画面でね、日本を選ぶと、あるいはね、アメリカ、オーストラリアを選ぶと、 まあそれぞれね、えー、書類を提出するというこの画面が開きます。1個目はパスポートと、ね。で、まだパスポートないという場合はね、えー、登録リンクは30日間有効なんで届いたからね、えー、パスポートを取ってから登録した方がいいです。 というのはね、パスポートを、まあ、すぐ取り行ける方でね、パスポートは大体1週間でできるんで、すぐ取り行ける方はいいんですけどね、パスポートを取り行くのがね、3週間後と。で、なんかのね、えー、日程がずれちゃって、えー、すぐ登録したけど30日以内に書類が出せないということになるとね、まあ、もしかしたらあなたは販売できませんということになってしまうかもしれない。で、この場合、やり直しが効くかというと、効かない可能性があるんで、 まあ念には念を入れてね、書類を準備してから登録をした方がいいです。そのタイミング等についてはね、招待メールが来た時点でご相談ください。で、パスポート取り行く時間もないしね、もう今すでに登録終わってる方でパスポート持ってないと、ね。取り行く時間もないし、めんどくさいと、ね。その場合は運転免許を翻訳して出してみるという手があります。こう割と丁寧に。 運転免許のね、えー、この翻訳の仕方を、ねえー、アップしてる方がいましたんで、そのリンクを貼っておきます。まあ、これ、多分これ提出すらね、えー、通ると思います。まあ、この形ですね。日本の原本と英語のものを並べて、一枚の用紙にしてアップするという形でね、おそらく通るんではなかろうかと、自作の翻訳でもね、いう風に考えられます。 まあ面倒ならね、7000円払えばこの書類作ってくれるみたいですけど、7000円払ってこれ作ってもらって、その人のサインがね、有効かどうかはわかんないんで、まず自作して出した方がいいです。で、二つ目の書類は、英語で作成された銀行取引明細。えー、三菱東京 UFJ と三井住友銀行は英文サービスやってます。 でこの二つしかやってないわけじゃなくてね、当然、えー、みずほも理想なのもやってると思うんですけど、まあ、質問があったのはこの二つなので、とりあえずこの二つは調べてリンクを貼ってあります。で、えー、英文だとね、日本の銀行だと取引明細っていうのは出してないんで、えー、残高証明が出ますんでね、それを提出するという形になります。でその他、まあ、手軽に行けるところとして、ペイオニアでね、登録画面の登録住所を書く。 登録した住所を確認できる画面がありますその画面をねキャプチャーで申請した会員さんがいらっしゃいますこれ通るかどうか通ったらまた結果をお知らせしますで、それとこれまだ試してないですけどペオニアでオーストラリアドルの申請してますのでねその承認が下りた状態だとオーストラリアドルを amazon.com.au で販売するために受け取るという画面キャプチャーが入手できますんでね。 まおそらくこの状態だと、ペイオニアとア,アマゾンはかなり好意にしてますし、ペイオニアでね、書類確認が終わってるんだったら、まあいいかという形でね、OK が出る可能性が高いです。まあ、オーストラリアドルの承認が下りた方、ご相談ください。これを出してみましょう。で、まあ、この書類についてね、まあ本当に、まあアマゾンらしいというか、海外ならよくあるケースに遭遇します。 まあ何しろね、日本語も英語も、まあ、ポルトガル語もスペイン語も中国語も OK と書いときながら、今、英語でしか受け付けてないっていうわけですし、まあ、過去にもね、アメリカ Amazon でやったときには、なんでこの書類でダメなのかというのがありますし、まあ、反対にえそんなんで OK なんだというのもありました、ね。で、また、ある人は OK だった書類がダメになったりね、えー、あるいは、ある人 NG だったのに別の人は OK だったりすることもあります。 過去にアマゾンであった例ですね。パスポートを出したんですけど、白黒なんで NG と。ねまあ、色は別にどうでもいいような気がするんですけど、アマゾンの見た方はどうでもいいと思わなかったみたいで、カラーじゃないからダメという形で NG でした。それからクレジットカードの請求書で通った方もいます。ね、文字通りクレジットカードの請求書で出して通った方がいるんですけど、まあ、同じようにクレジットカードの請求書で通りますって言ってね、1週間後に出した方は NG だったというのもあります。 さらに私が今までで一番驚いたのはね、銀行だ、クレジットカードだって言ってるのに、電気料金と請求書で OK と。これね、言ってて笑いが出ちゃうんですけど、電気料金の請求書で OK でしたっていう報告をもらった時にはね、ちょっと腰が砕けましたね。えーまあ、本当にだから住所確認で OK なんだなと、ね。レンタルビデオ屋さんの入会みたいなと思いましたけど、えー、そんな風な形の、えー、ケースもありました。まあ、本当ケースバイケース。 海外のサービスはね、マニュアル通りに全て運営できない、運用されてないというか、そもそもマニュアルがない場合も多いですしね、マニュアルあっても読まないやつが大部分なんで、まあ結構ね、対応にはばらつきがあります。まあでもね、この書類はまあダメだろうと、あるいはね、この書類ならいけるんじゃないかという判断はね、何件も通してますんでできますんで、迷ったらね、ご相談ください。以上、天ーアカデミー堀秀夫でした。